皆さんは人生の中で好きなのか嫌いなのかはっきりするようにと言われて育ってきたと思いますが実は人生には第三の選択というのがありますそれは自分の人生について評価論評をしないという生き方ですいいとか悪いとか論じない淡々と生きるということです そこのの感覚を身ににつけたらもすすごく楽になります好きでやっているのではないしいやいややっているのでもないただ自分の人生について評価論評をしないいいとか悪いとか好きだの嫌いだのこれが気に入ったとか気に入らないとか好ましいとか好ましくないとかそういうことを一切論評することをやめてみましょう。 これは相手がいる場合もそうです。いちいち反論しないことです。基本的に首を縦に振ると免疫系が強化され、首を横に振ると免疫が弱くなるようです。いちいち反論しない。いちいち喧嘩をしない。いちいち拒否をしない。いちいち否定をしない。はい、わかりました。 と言って、首を縦に振っている人は常に元気です。病気をしないということです。そのように人間の体はできているみたいです。